イマヌエル・ヘルマン・フィヒテイマヌエル・ヘルマン・フィヒテ7月18日から1879年8月8日はドイツの神学者、哲学者、ドイツ関連論を代表する哲学者、ヨハン・ゴッド・リープ・フィヒテの息子である。日本ではショー・フィヒテとも通称されている。フィヒテはベルリン大学で学んだ。しかし、先導者としての権威がかけられて苦境に陥っていた。ようやく、 1836年に、ボン大学の聖教授の座を獲得する。1842年からは、中便ン,ン大学の哲学の椅子に移った。1863年に定年退職するまで、その座にいた。フィヒテは、ヨハンフリードリヒ・ヘルバルトとゴットフリート・ライプニッツから影響を受けていた。しかし、それらすべては、ヘーゲルの宗教哲学とシェリングの後期哲学から、 影響されていたものであった。クリスチャン・ヘルマン・バイセと一緒に、彼は、後期関連論の具現化に努めた。しかし、晩年は、ヤーコプ・ベーメなどの新知学の影響が強まっていた。また、彼は、父親の講義録、著作集の編纂も言った。父の生前には、ほとんど知られていなかった、知識学の講義の内容を広めたという功績も、大きい。 彼が編纂したフィヒテ全集は小フィヒテ版と通称され、現在でも専門的にフィヒテ研究を行う際には目を通さなくてはならないものでもある。ありがとうございます。